はい、えー、お疲れ様です。日本経済新聞からなんですけども、仮想通貨の時価総額2日で30兆の消失、大手破綻リスクということですよね。まあ、大手っていうのが FTX トレーディングという会社なんですけども、ここがですね、どうも破綻していて、 で、随分と含み損を抱えたまんま営業していたという話もあるみたいですよね。記事読んでみますけども、世界の仮想通貨の自家総額が10日までの2日で約32兆円消失したと。資金繰りに行き詰まった大手交換業者 FTX トレーディングの救済買収が頓挫し、破綻リスクを懸念した投資家が、投げ売りを急いでいるということですよね。あの、バイナンスがこの FTX を救済しようと思ったんだけども、 一転して一日でやめると言ったことですよね。これによって、この FTX はどこからも救済されることがなく、そして自己救済も不可能。当然ですけども、国も関与しないってことになりますんで、この FTX に資金を入れてた方は、ま、すべて焦げつく可能性があるわけですよね。まあ、ですんで、慌てて回収しようと思ってるんですけども、ロックがかけられていて、もうすでに資金が回収できない状態になっています。多くの投資家さんはここに、 資金を預けてる例が多かったと思いますんで、やっぱりね、大手だからって言って、いいわけじゃなくて、大手だからこそリスクが高いとも言えるんですよ。で、あれですよね、この仮想通貨の、あのー、交換所っていうのは、もう多分にですね、あの、レバレッジをかけながらやってますんで、実は資金がほとんどないのに、えー、まあ、顧客のやり取りで資金を期待してるってところがありますからね、危なっかしいこと、この上ないわけですよ。 で、価値の裏付けがない暗号資産は期待で、えー、価値が膨らみやすい分、逆回転すると脆い。まさにその通り。市場は破綻の連鎖に身構え始めたということで、えー、と、ちょっとね、コインゲッコの方を見てみます。はい、コインゲッコなんですけども、長らく安定していたビットコインの300万円も大きく割り込むことになり、イーサリアムも、まあ、1割から2割値を下げていって、今、18万ですね。えー、その他、バイナンスコインね、ここもちょっと著しい変化を見せていますし、 リップルね。リップルはもう、とっくの昔に終わったと思ってますけどもね。やっぱ200円前後で手放さなかった方はもう200円前後上登ることはないと思いますんで、リップルはもう残念ながら、もう仮想通貨の王様になることはないでしょうね。で、体の枝なんですけども、体の枝もね、価格落ちてるんですよ。これはですね、いろんなことが考えられますけども、うん、やっぱ投資家さんって別でも資金を運用してる例が多いんですよ。 要するにポートフォリオですよね。でも、ポートフォリオの全ての方向で、今回、資金が縮んでますから、その一部の方で、えっと、返済しなければならない資金のために、一部、決済をしてるのかなと思います。まあ、その一番最初に、えー、まあ、やり玉になるのが、まあ、仮想通貨だと思うんですよ。仮想通貨って、だって、売買しやすいですからね。不動産とかっていうのは、その、流動性低いわけですよ。売って現金にしようと思った、その瞬間、買い手がいないといけないですからね。 うんだから仮想通貨ほど流動性がないんで多分やっぱり一番元気にしやすいこの仮想通貨ってものになってくるんじゃないかなと思いますよね。はい。ということで本日の暗号通貨ニュースは以上です。ちょっと大変なことになりましたね。